トヨタ NZ エンジントヨタ1 n z f e 1 n z f e は、トヨタ自動車の主力エンジンのうちの一つ、NZ エンジンのうちの一形式。主な搭載車種は、同社のカローラシリーズ、プレミオ、アリオン、ビッツ、プラツ、オーリス、シエンタ、プロボックス、ラクティス、富士重工業のトレジア、マツダのファミリアバンなどと乗用車。 商用車問わず多くの車種に幅広く搭載されている。1NZFE 写真は、北押し式バルブ駆動仕様。ローラーロッカーアーム式バルブ駆動仕様は、シリンダーヘッド及び樹脂製、シリンダーヘッドカバーの形状、さらにスパークプラグのサイズが異なる。なお、ローラーロッカーアーム式バルブ駆動仕様は専用の、イリジウムスパークプラグが標準で採用される直列。 4気筒 1500cc、横置き前輪駆動用 DOHC16、バルブ自然吸気、ガソリンエンジンで、同じく 1500cc、直列4気筒 DOHC16、バルブガソリンエンジン 5AFE および 5EFE の後継にあたる。1NZFE エンジンは、工房調費仕様である 1NZ フックス型の、通常圧縮仕様である。 小型化及び軽量化を前提とした設計のため材質にはシリンダーブロックからシリンダーヘッドにかけてアルミダイキャストが用いられている。既存の 1WZFE エンジン同様、内径、工程比を工程比の長い方に取ることで特に実用域でのトルクを得ているのが特徴で、信頼性及び経済性、耐久性に秀でている。 なおこのエンジンのスケールダウン版として 1300cc の 2NZFE がある。こちらは 1300cc、直列4気筒 DOHC16、バルブガソリンエンジン 4EFE の後継にあたる。右の写真からわかるように、連続可変バルブタイミングシステム、VVTI を採用する。主な搭載車種は、カローラシリーズ、プレミオ、アリオン、ビッツ、オーリス、シエンタ、 プロボックス等と多くの車種に幅広く搭載されている。1999年8月30日登場のファンカーゴの 2WD 及び 4WD 車、プラッツの 2WD 車に搭載されたのが最初。バルブ駆動に関しては、下押し方式とローラーロッカーアーム方式の仕様が混在する。ローラーロッカーアームを持つ新仕様の 1NZFE はシエンタの前輪駆動車の4足。 オートマチックトランスミッション車に搭載。以降は10代目カローラアクシオ及び、同10代目カローラフィールダーの 1500cc 全車、カローラルミオンの 1500cc 全車、オーリスの 1500cc 全車、2代目、ビッツの 1500cc 車、2代目プレミオン及び、同2代目アリオンの 1500cc 全車、ラクティスの 1500cc の全輪駆動車に搭載されていた。 直進仕様の 1NZFE が導入された後も車種や駆動方式によっては旧来の 1NZFE から変更がないケースも存在する改良された 1NZFE はローラーロッカーアーム方式への変更以外に電子制御スロットルの採用ピストン周りの改良による各部フリクションの低減のほか EGR システムの追加吸気バルブの平面時期を 従来の52度から72度へ遅らせることで、ポンピングロスを低減させるなどの改良が行われている。ロッカーアームへの変更に関連してバルブハサミ角も、同社の既存のハイメカツインカムエンジン並みに強格化されている。以上のように変更点は多岐にわたる。2012年5月にフルモデルチェンジした11代メカローラークシを、 カローラフィールダーの 1500cc2WD の CVT 車両では、さらなる改良がなされた 1NZFE が搭載された。主な改良点としては、EGR クーラーを二重管タイプからラジエータータイプへ変更すること冷却能力の向上。それに関連して圧縮比を10.5から11.0に上げている。 また、吸気バルブの平弁時期を82度とさらに遅、閉じとし、より、アトキンソンサイクルに近づける形で、吸気損失の低減が図られている。カローラ以外では2012年7月にフルモデルチェンジ、した2代目ポルテとその姉妹車となる、新型ジャスペード及び、同年8月にフルモデルチェンジしたオーリス、同年7月に一部改良が行われた、 ラクティス、同年12月に一部改良が行われた、プレミオ、アリオンの各 1500cc 車、2014年8月に大規模なマイナーチェンジが行われた、プロボックスの 1500cc 車、およびサクシード、そして2018年2月に、コンフォート教習車の事実上の後継となるトヨタ、教習車にそれぞれ搭載された。かつてのトヨタエンジンの命名法則では、 F の付く型番は、ハイメカツインカムであったが、この世代のエンジンではすでに、ハイメカツインカムは採用されておらず、1NZFE も、一般的な DOHC エンジンである。この世代では、5AFE などのハイメカツインカムとの際は、シザーズギアを全く用いず、強角バルブはそのままに、本来の DOHC と同じ機構を採用している、点にある。 乗用車用に限り期日、ありがとうございます。